ティム・スパークスはアメリカのアコースティックギター奏者、歌手、編曲家、作曲家である。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムで育った彼は農園の発作で1年間学校に通えなくなり、その時に最初のギターを与えられた。彼がその周りで聴いてきた音楽は伝統的なカントリーブルースであり、彼の祖母がブルーリッジ山脈の小さな教会にてピアノで演奏したゴスペルが、 自分で演奏することを教えてくれた。彼はノースカロライナ芸術学校の奨学金にノミネートされた。そこでアンドレス・セゴビアの弟子であるジーザス・シルバにクラシック音楽を学んだ。独創的なボーカルジャズ・アンサンブルであるリオニ度で3枚のアルバムを録音する一方でスパークスはブラジル音楽からビバップまでジャズスタイルにも堪能になり、 ミネソタミュージックアウォーズのベストアコースティックギタリスト、ベストラテンジャズギタリスト、ベストジャズギタリストを含むいくつかの地域音楽賞を受賞した。1993年にカンザス州ウィンフィールドで開催されたウォルナットバレエフェスティバルで全国フィンガースタイルギターチャンピオンシップを獲得し、チャイコフスキーのくるみ割り人形組曲を演奏した。1990年代後半、 スパークスはエスニックミュージックシーンに没頭し、ギリシャにてクレズマオーケストラにギターとして同行した。1995年7月のベツレヘム国際音楽祭で国境を越えて注目されるパフォーマーとなり、民族音楽学の研究を追求するために2つのアートフェローシップを受けた。リスボンでファドとポルトガルギターを勉強するために数脇を過ごした。 1989年にガスリー劇場がワーニャハクフさんを本案するためのロシア民族音楽をアレンジし、1991年にマイロン・ジョンソンの人形バレエのために中国での学生放棄を描いたバレエである伝案門の音楽の作曲を依頼された。2000年にアメリカの作曲家ジョン・ゾーンとの関係が始まった。ゾーンのレーベルであるザ・ディクレコードで、 アコースティックフィンガースタイルギターに適合したユダヤ人のクレズマー音楽として高い評価を得ている4枚の CD を録音した。彼は出版のためにネシャーマの編曲を書き留めて編集し、マックナイトフェローシップを獲得した。スパークスはドリー・パートンのオープニングアクトとして出演し、同じステージでサンドル・ザボ、フランコ・モローネ、シロバ・バプティスタ、中川エサ ビル・フリゼルと一緒に演奏した。また、プレイディ・ホーム・コンパニオンや、ウィニペグ・フォーク・フェスティバルのメインステージ、ジェット・アト・キンス・アプリシエーション・ソサイエティなどの全国的な会場で演奏してきた。ドイツの遺伝公弁フェスティバルと、ドレスデン・ギター・フェスティバルに出演し、ポルトガルのリスボンで、ジャズ・ギターの指導レジデントを開催した。彼は、頻繁に、日本、フランス、ベルギー、オーストリア、 ハンガリーをツアーしている。スパークスはミネソタモリス大学の元教職員であり、コンサートにおいて演奏を続けている。ありがとうございます。